つを早く倒さないと作戦が実行できない。悪いけど、あなたには死んでもらう。そんなバカな。私の力が。血と、桜、か、単純な法則だな。制御するのもたやすいよ。邪魔だから返す。俺のトッピング付きだ。感謝しろよ。なんで、私の能力のはずなのに、全く制御できない。ダメ。押される。うわぁ。あっけないな。それでは終わらせようか。こんな相手に苦戦するなんて落ちぶれたもんだな。くそ、もう時間切れか。この体は壊れる。その前にメリアだけでも。今まで苦労かけたな。もうお前は自由だ。じゃあな。いたたた、どうなったんですか。やけに静かですね。うつ主さん、大丈夫ですか。返事がない。でも見た感じ気を失ってるだけみたいですね。あっちにも人がいますね。新世界計画はどうなったんでしょうか。あの絶様も倒れてる。どうなってるの。一体、私が気を失っている間、何があったっていうの。ゆゆこ様は、まだ、終わらない。私の魂が燃え尽きるまで。お前たちなんかが私の計画を邪魔されてたまるか。何？あのゆゆこ様の周辺に漂うオーラは、オーブの力を事前に抜いておいて正解だったわね。おかげで溜めた魔力は今ここにある。規模は当初に比べて落ちてしまうが仕方ない。今、ここで、新世界計画を実行する。くそ、もうこの場に立っているのは私しかいない。私が絶対にゆゆこ様を止める。これが最後の戦いです。みんなの意志を、絶対に無駄にはしません。最後の最後まで、私の邪魔をするな。ヨウム。いけませんね。絶対にこの計画だけは阻止します。双剣、双波丼？小賢しい。やっぱり私じゃゆゆこ様にかなわない。いや、勝つ方法はある。でもそれは、ゆゆこ様を消すということ。そんなこと。もう諦めたようね。ならこのまま裏切り者は消えてしまえ。皆さんごめんなさい。まだ諦めたらダメだよ。六冥王、暗元様。遅くなってごめんなさい。ずっと悩んで、今の今までずっとゆゆこ様についてきたけど、私たちはあなたたちと戦い、考えを聞いて、やっと決心がついたわ。私たちも新世界計画を止める。遅くなったけど私たち六冥王、あなたたちに協力するわ。暗元様、ありがとうございます。迷惑かけたわね、ヨウムちゃん。暗元、私を裏切るのか。暗元様だけじゃないっすよ。電撃、キラ。俺も最初は新世界計画に賛成だった。けど、俺って今の世界が好きで六冥王になったんだよな。俺は忘れてたよ。今ここにいる人たちがいるから好きだったんだなって。だから俺は立ち向かう。ゆゆこ様、あなたを倒して。おのれ。無用になったな、キラ。いい覚悟だわ。戦決、戦国。俺は考えなしにこの計画に手を貸していた。認める、俺は弱かったよ。だが今は違う、こいつらと一緒にあなたを止める。私はずっと反対だったけど、勇気がなかった。おかしいわよね、第二王でありながら、他の六名王の意見やゆゆこ様の意見を聞くのが怖かったなんて。結局今この状況を作ったのは、弱かった私たち六名王にも責任がある。だから責任を持って、ゆゆこ様、私たちはあなたを倒す。弱かった、反対、私を止める。できるものならやってみろ。さすがゆゆこ様だ。この人数相手に物ともしてないぜ。おい、そこの庭師。はい。白狼犬の準備をしておけ。え、あ、戸惑うのもわかる。だが覚悟を決めなければこの戦いは負ける。おい、暗元、毒王封印をするぞ。シュラと絶がいないけど大丈夫。やるしかないだろ。今この場で勝つ方法は庭師の白狼犬でゆゆこ様を切る以外はない。未完成でも足止めできればいいんだ。わかった。それじゃあみんなで総力戦と行こう。覚悟。みんな、行くよ。冥王封、六王封印。そんな未完成の六王封印で私を止めれると思ったのかしらね。舐めるな。また私の魔力で。おとなしくしてろ、ゆゆこ様。キラ。俺は今も正義のためにどうしたらいいかわかりません。でも今目の前で多くの人が悲しむ結果を見逃すわけにはいかない。ゆゆこ様、止めますよ、全力で。封印が強くなった。くそ、5人でもやっぱりきつい。あと鉄が加われば。俺は一体何をやってるんだ。
侵入者に負け、計画も失敗し、そして無様に倒れている。もう俺の6名王としての威厳などないな。どうせ、威厳がないなら、俺は俺の信じた道を進む。ああ、マジっすか、5人でも止められない。突破される?6王封印が完成した。です。全く我ながら情けないな。他の仲間たちは頑張っているのに俺は一人寝ているなんてな。です。待たせて悪かった。そして止めよう。もうゆゆこ様を楽にしてやれ。了解です。行くぞ。冥王府、六王封印。うわぁ。身動きが取れない。ヨウムちゃん、今よ。はい。とうとうこの時が来てしまった。ゆゆこ様との別れ。嫌だ。嫌です。絶対に嫌です。別れたくありません。ずっと一緒にいたいです。ヨウム。は、この声はゆゆこ様。聞いて。ヨウム、いっぱい迷惑かけちゃったわね。ゆゆこ様、嫌です。ゆゆこ様と離れたくありません。いろいろあったわね。怒られたり、悲しんだり、嬉しかったり、楽しかったり。ヨウム。私もヨウムが大好きだったわ。だからこれは最後のお願い。今の私をあなたが倒して。うん。お願いね、ヨウム。わかりました、ゆゆこ様。私はあなたの最後の命令に従います。白狼剣。はぁー。やめて、ヨウムゆゆこ様、私はあなたのお帰りをずっと待っています。だから、絶対に帰ってきてくださいね。ヨウム。もう、バカ。さようなら、ゆゆこ様。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。